はい、えー、今回は「う、えー」「うさぎより亀」ということで、えー、まあこれはねもう,もうポピュラーな、えー、ことわざというか、えー、言い伝えでございますけども,もこれ直感的に考えるとね、えー、世間一般的には「うさぎより亀」というのはその通りだということだと思うんですけどもことね 投資の世界マーケットの世界でいくと結構ですね投資家の方々は、えー、うさぎより亀というよりかは亀よりうさぎということで急騰する銘柄手っ取り早くこう上がっていく銘柄にばっかりですねこう目が引かれがちというかですね関心が向かいがちなんですけども今回はですねまあそういうようなこう急騰するような銘柄は とということで、えーまあ、緩やかに、ね、上昇していく銘柄、まあ、例えると亀みたいなちち、えー、とした動きのある、えー、銘柄の方がいいんだよということでございましてこれ、まあ、どういうことかと言いますと結局ですね、まあ、ちょっと難しい言葉になるかもしれませんけど実需があるかないかということでございまして。で、まあ 丸の方の方ねこちらの緑の方の、えー、亀の方がですね、まあいわゆる実銃リアルマネーが、えー、入っている、まあ、リアルマネーというのは簡単に言うと買って、えーまあ、すぐ売ることを考えずに、まあ、株券、まあ、今、株券なんで出回ってないですけども株券をですね買ったらポッケにしまってずっと、えー、取っておくと、まあ、こんなような、えー、イメージでいいかと思うんですけども、まあ、それが実銃ということですね、まあ、だから買った売りは出てこないと。 いいうことでございますでそういうような感じで株を買い集めるというかですね多くの株を買おうとしている投資家ってそれはわざわざですね自分で自分の首を絞めるように、えー、急騰させるようなやり方は手段は取らないはずですよね。やっぱり自分で もっとたくさん買いたいとリアルマネーという形で買いたいというときに。自分でわざわざ単価を上げるようなことはするわけないんですから。まあ、やっぱりですね、人知れずこう買っていくというような形で、まあ、そういうようなパターンの方がリアルマネーということでございます。反面ですね、投、え、機、ー、色の強い、まあ、リアルマネーじゃない、まあ、実需じゃないような銘柄っていうのは。結局ですね、他社、他の投資家をこう、おびき寄せるような形で派手に振る舞うと。 まあこんなようなイメージを持っていただければいいと思うんですけどその人たちはどういう意図を持っているかというとですねリアルマネーの投資家とは別に逆にですすね買った途端にもう売ることを考えてますだからゆえに他者を引き連れる必要があって、まあ、要はですね自分が売るものを他のものに、まあ、ちょっと言い方悪いですけども買わせるためにじゃあそのためにどうしたらいいか。そうですね こう派手に急騰させる、まあ、これ演じるというと相場操縦みたいな感じになっちゃうのでちょっと表現が妥当、えー、しないとは思うんですけどが、まあ、いわゆるです、ね、こう派手に見せてですね他の投資家を引きつけるというようなやり方をしますでもこれはです、ね、さっき言ったように買った途端に売ることを考えている投資家の、えー、なせる技だと思いますので注意ですね注意というか、まあ、ほぼほぼ、まあ、それを覚悟の上でえで、ー、入っていく。 ことが必要なんじゃないかなというふうに思いますということでまあ、一見するとですね投資家の方々は手っ取り早く、えー、短期で急騰する便柄ばっかりこう目が向かいがちなんですけどもまあ が引くのも早い、まあ、それはなぜかというと実需じゃないから買った途端に、えー、売ることを考えてるからということで時給主導の短期マネーの、えー、戦いにです、ね、巻き込まれて翻弄されやすくなりますので、えー、注意が必要、まあ、私はだからうさぎより亀実需中心の、まあ、ゆっくりした動きだけどもこうトレンドが緩やかに出てるこういう銘柄を チョイスするということでございまして、えー、今回は「ウサギより亀」の「ウでお送りいたしました。